ブローラーのお時間になりました。本日のテーマ、なぜ無料をセールスする必要があるのかということで、まあ、この前ですね、コンサルしてた時に、あの、この話をしてたら、吉野さん、その概念、考え方、全くありませんでした、みたいなことを言われまして、まあ、これは無料、無料をセールスするっていう概念って、 あないんだなっていうので、まあちょっとネタにしたんですけど、まあ結構ね、た多分ね、まあ僕も、うーんいろいろとこう聞、いろんな人の話を聞いてて、見たりとか、聞いてたりとかすると、なんだろうな、あの、無料に価値があるみたいな。 まあそう思ってるかどうか分かんないですけどまあコンテンツビジネスやる上でねまあ広告をかけるにしてもそうなんですけどまあ大体ほとんどが無料プレゼント無料プレゼントを作ってまあリストをこう取っていくっていう話なんですけどやっぱその無料を作れば取れるみたいなね、まあ、そこまで安易に考えてることはないとは思うんですけどただその無料にすれば価値があるみたいな無料だよみたいな無料にしてるんだからみたいな話で。 結論言うと、無料だから価値があるんじゃないんですよね。価値があるものがあ、無料になるからオファーになるんですよ。価値があるものが無料になるからオファーになっていて、えー、無料プレゼントを作ったからといって価値があるわけでもないっていうね。ここをね、しっかり自分の中で落とし込んでないと、多分リスト取れないんですよね。うーん で例えば、まあ、あのー、ブログにも書いたんですけども、ん、このなんか、商品券無料とか、あ、あの、プレゼントとかあるじゃないですか。で、まあ、ブログで書いたのが、その、マクドナルドの食事券、えー、1万円が無料みたいなオファーをしたとしますよね。で、これがオファーになる人とならない人がいて、な魅力的なオファーになる人もいれば、魅力的にオファーにならない人もいるわけですよ。例えば、 健康に思考がすごくてもうマクドナルドなんか絶対食わないっていうねマクドナルドあのなんか食べないみたいなね健康悪いって思ってる人に対してそのマクドナルドのハンバーガーに価値を感じない食べたことがないっていう人に対してマクドナルドの商品券食事券が1万円無料ですよっていうふうに言ったとしても1万円が無料だったとしてもね全く反応しないわけですよ。 だってマクドナルドのハンバーガーは危険と思ってるわけですからね <laughs> 無料つまれても食わないですよねだけどマックがめっちゃ好きやねんっていう人に対してねマクドナルドに価値を感じていてマック好きだよっていう人に対して食事券1万円が無料はオファーその魅力的なオファーになるわけですよあと商品券とかもそうですよねまああのブログで書いたのがキラキラ宇宙スーパーの商品券1万円が無料みたいな あの、キラキラ宇宙スーパーってどこにあんのみたいな <laughs> そもそもそのキラキラ宇宙スーパーどこにあんのみたいな <laughs> まあ確かに1万円が無料かもしれないけど、そのスーパーどこにあるの知らんし、わからんし、うん、聞いたことも見たこともありませんみたいな話で。でも無料なんですよ、1万円が。うん。例えば、今ね、じゃあ壺ボ、ツボ、ツが無料ですみたいな。ツボいります ツボが無料ですっていう <laughs>。どうすか欲しくないですよね。うん。だからその、僕も、まあ、有料商品も無料プレゼントも、まあ、無料プレゼントあんま少ないんですけど、この前も、そのコピーライティングの、えっと、プレゼントしたんですけど、あの、1000文字以上のアンケートを取ってね、 で、まあ、20人ぐらい反応していただいたんですけど、それも段階的になぜワッツコピーライティングが大事なのかっていうところを教育して、あ、確かに吉田さんの言う通りコピーライティング大事だよねと。SNS で集客する上であ、なんだ、必要だよねと。うん、Twitter、まあ、X で文章を書くのか、まあ、ステップメールで仕組み化作るのに、なの自動で稼ぎたいと言いながら、 自動で稼ぐためのステップメール書けなかったら絶対無理じゃないですか。とか。まあ、あとセールスレター。まあ、顔も出したくない。声も出したくない。じゃあ、どうやって売るどうやって伝えていく文章だよね、と。じゃあ、その文章で伝えて売ってかないといけないのに、で、あなたは声を出したくない。顔も出したくありません。<laughs> コピー書く必要はあるよね、みたいな。っていう風な教育を、教育ってか気づかせてあげる。コピーライティングって学ばないといけないよね、っていう価値に気づかせてあげる。で、そうすると、 コピーに興味持ってもらえるわけじゃないですか。うん。で、で、その、なんかコピーに興味持ちましたっていう段階の、そういう状態の人に対して、じゃあ僕が60万円でやっていた、そこで提供していた教材を無料ですよ、というふうにやると響くわけですよ。だけど、コピーライティング全く興味ないっていう人に60万円が無料って言っても、大した響かないですよ。例えば、もっと言うならば、車に興味がありません。 車を必要としていませんっていう人に対してね、フェラーリが無料ですよつってもね、反応しないんですよ。フェラーリが無料なんですよ。でもその人は車に興味ないし、車を必要としてないんですよ。で、その人にフェラーリが無料ですよつっても反応しないですよね。そう。そもそもフェラーリって何ですかみたいな話ですよね。フェラーリって何ですかって <laughs>。フェラーリって何ですかみたいなね。ただ、 ただですよ、こ、あの、車が必要がない、車が必要がない、うん、車に興味がないっていう人に対しても、じゃあフェラーリが無料っていうオファーをより強力にして、興味を持ってもらって、えー、もらってもらう、受け取ってもらう、フェラーリを受け取ってもらうためにはどういうふうな教育が必要なのかっていうと、まあ、確かにね、今の時代、車は必要ないかもしれないけれども、あの、お金は必要だよね。だからその、 車の価値ではなく、お金にシフトするとかね。うん。いや、お金、まあ車、車ってま、お金かかるしね。あの、邪魔だしね。必要ないかもしれないよね。みたいな強化も入りつつ。だけど、まあね、あ物価も上がってお金は必要だよねっていう。給料、物価は上がってるけど給料上がってるみたいな。ずっと物価上がり続けてるじゃないですか。<laughs> この前もなんか4000週だったかな。また物価上がったみたいな。常に物価上がってますよね。 じゃあ常に給料上がってるのかっていうと上がってないと思うんで。じゃあこの、まあ、確かに車に興味なくて車必要ないし、車を持つとね、自動車税とか、保険だったりとか、あとメンテナンス費用とか、あの、すげえかかるけれども、これ、もらってすぐ転売すればいいんだよと。で、実はこのフェラーリっていうのはめちゃめちゃ価値があって、今、このフェラーリの車はカーセンサー見てくださいみたいなね。これ2000万ぐらいになってますよと。 あの、多分カーセンサーも見たことがないと思うんで、一度見てみてくださいと。で、この、これでキーワードで検索して。で、そうするとこれ出てくるから。うん。どうみたいな。あ、本当になんか、こう2000万とかで売ってますね、みたいな。これ無料であげるよって。なんでですかみたいな。で、これはまあ、あの、まあそこでなぜ、なぜワッツこれを無料であげるのかと。なぜ無料であげるのかっていう、その明確的な理由をそこで提示してね。うん。いや、実は、うん、なんだ。 もうあの余命宣告受けててもう乗れなくなるからあの僕の読者あメルマガ読者でさんです、ね、あのその人に乗ってもらいたいから、まあ、僕のどうせ死ぬからみたいなね余命宣告ですでその余命宣告受けたあの医師のなんか診断書とかも見せたりとか <laughs> そうあとはなんかまあそれプロモーションでねしっかりとその病院でその病例えば病院のベッドでねそれを語るとかね もう本当にもう,もうちょっとで死ぬよみたいな話で <laughs>。明確的な理由ですよね。もう死ぬよっていう、それが、それも伝わる。嘘じゃなくて、それが本当に伝わる。本当に余命宣告ですと。多分その、前、その、数年前ね、アントニオ猪木さんが病院のベッドでね、あの、動画撮ってね、あの、あのすごい顔をやつれて動画撮ってましたけど、あの状態で言ったら説得感あり、ありますね もうちょっと僕死ぬんですっていう。その前に読者さんの人にこれプレゼントしますっていう。うん。まあそれがピンピンしててね、顔の表情も変わってなかったらちょっとセット感ないかもしれないけど。<laughs> で、まあ車が必要ないっていう方も、まあこれ、この車はこれぐらいの価値があるから、まあすぐね、もらったら転売、あの、中古屋さん行ってね、売ればいいんだよっていう。売ってもらってもいいよと。うん。そう、現金はあげられないけど、車は僕も,も乗れないから、 で、現金に関しては親族にそのもう遺言書みたいなの出していて、もう親族にあげるっていうので、読者さんにあのお金をあげることはできないけど、このフェラーリはあげようと思ってるみたいなね。で、そうするとフェラーリに全く興味ないか、車に興味なくても、なんかそのフェラーリもらったらそういうこともできるんだなとか、あ、じゃあその吉谷さんが死ぬ前に吉谷さんの車ちょっと見てみたいとかね。なんかその 車じゃなくて違うところに価値転換されるわけですよで。そうすると車に全く興味なくて車が必要なかったとしても、そのプレゼントを受け取ってくれる可能性は上がるわけですよね。まあ、あとは、まあ、就職活動とか、あ,あ、そうそう、あの、あれですよ。オーダーメイドスーツで女性起業家の人で結構成功、おスーツだったかな,なかオーダーメイドの服売ってる、あの、女社長がいて、まあ結構ね、そのマインドセットとかすごいいいことをなんか話してるんですけど、 例えばそのオーダーメイドスーツって興味ある人とない人がいてじゃあ例えばあじゃあ興味ない人がねスーツ屋さんに来たとするじゃないですかでその目的はそのな,な,なぜスーツ屋さんに来たのかっていうとその人はあ就職活動でスーツを探してるっていう前提だとしましょうでスーツにあんまり興味ないんだけど就職活動をするためにスーツがし必要手段としてね じゃあ就職活動の目的としては自分の第一希望に入りたいっていうのはそこに価値を感じてそこを望んでいるわけじゃないですかでそこでじゃあ市販のスーツとオーダーメイドスーツの比較対象をしてじゃあ市販のスーツあのなんだ面接で一番大事なとこって何だと思うみたいなスーツを売り,売り込むというかその,その子が就職活動だったら面接で一番大事なとこってどこだと思うみたいな話ですよね まあ間違いな、間違いなく第一印象じゃないですか。どう考えても。コンコンってノックして、第一印象どう受けるのかっていう、そこがファーストインプレッションですから、その後トークが始まるわけじゃないですか。部屋に、面接の部屋に入った瞬間に第一印象を見られて、で、その後トークなんで。で、その第一印象で、どう相手にこう、なんだ、印象を受け、伝えるかってすげえ、ポイント、高くないみたいな話ですよね。 まあ分かりやすく言うと、ダボダボのスーツを着てるのか、ピシってね、オーダーメイドで自分の、この、なんだ、オーダーでちゃんとパーって決めたスーツで行くのか、まあ明らかに違うよと、第一印象。で、実際に、まあこれもビフォーアフターみたいな感じで、まあその、写真とかモデルさんがいるんだったら、これが市販のスーツです。で、この、じゃあ市販のスーツです。で、これオーダーメイドで作ったスーツです。で、見比べてみて、どうみたいな。これ全然違うでしょっていう。 オーダーメイド。まあ、オーダーメイドはちょっと高いかもしれないけど、あの、就職活動で第一志望にもしこれで受かったとするならば、その後、得られるメリットはどうなのって話ですよね。目先の、目先のオーダースーツは高いかもしれないけども、その後、就職したとき、そのし、志望校にね、志望校じゃねえな。その, <laughs> あの、志望した会社に受かったと、受かった後の5年、10年、20年、30年を見たときに、 どっちを見ると。目先のちょっと高いを見るのか、今後の3年、5年、10年、20年後を見るのか。じゃあ、考えてほしいとね。じゃあ、その就職、まあ、その決まったとする。決まったとしても、このオーダースーツずっと使えるよと。じゃあ、その会社で会議があるとか、取引があるとか、取引先と相手に行くとか。その時も、オーダースーツの方が取引先相手、 社長と接待するときにバシって決まってたらいい。そこに与える印象、面接以外でもいろんなところに好印象与えられるよ。だからずっと使えるよと。でも目先はちょっと高いかもしれないけど。どっちを取るみたいな話ですよね。目先がちょっと高いけど、将来のそのメリットを受け取るのか、それとも今、あ安いを選んで市販のこう中国の工場で作られた市販の安いスーツを買うのか、どっちがいいと思うみたいな。まあそういうふうに解いていくと、 まあ、オーダースーツに興味なかったとしてもね、あの、いや,やっぱ、オーダースーツ、一個は持っとった方がいいかな、みたいなね。<laughs> なっていくじゃないですか。だからこれね、価値をに気づかせるとか、そ,そこをやらないとあの、売れないんですよね。無料でも。無料でも受け取ってくれないし、有料でもそうだし。だけど、結構な割合で、うん、なんか、無料プレゼント作りました、終わり、みたいな。なんかね <laughs> ましょうがないんですけどね、最初は。まあ、勉強はそう,そういうのを勉強してないから、なんかその、形だけというか、表面上のものだけやっぱ真似する。真似せざるを得ない部分があるので、やっぱその、マーケティングの深い部分をしっかり勉強しないと、まあ、商売というかね、まあ、それはしんどいかなっていうところですね。うん。だからまあ、マインドセットとしては、無料でもしっかりとセールスする、そのメリットを伝える、価値に気づかせるっていうことをやらないとダメだよって話ですね。 うん、まあ僕もずっとやってますからねど。僕は動画でブワーってもうずっと動画撮って無料でも有料でもやるんですけど <laughs>、うん。はい。まあということでね、無料プレゼントを作ってリストが取れませんっていう人はね、ぜひ今の考え方多分あんまないと思うので取り入れていただければなと思います。はい。では終わります。ご視聴ありがとうございました。